幽霊蜘モ類は、生息動物モンバサミカクアモンクモツナクモモク、幽霊蜘モ科に属するクモの一群である。幽霊を連想させる特徴を持ち、体細く、全体に白色を帯び、暗所に生息する。家屋内で最もよく見られるクモ類の一つである。野外では、洞窟のほか、草地、崖地などに生息する。樹木の根元や洞の内部も、住みかとしている。 足は細長く、全体に弱々しい印象を与える。体色は淡く、白色を帯びるものが多い。オスは、メスとほぼ同じ姿をしているが、より華奢である。三爪類に属する。不節には、偽関節を持つ。腹部はほぼ楕円型で、短毛を密生するが目立つ凹凸はなく、のっぺりとしている。幽霊雲類の明記東京部は、長さと幅が同程度で、 前方はやや狭まる。目の数は8あるいは6で、頭部の左右に3個ずつ六眼が集まり、それらはやや盛り上がった部分にあり、その間に2つの目が離れて位置する。中央の二眼を失って、六眼となっているものもある。薄暗い物陰に生活するものが多い。大抵は、下を向いた面から下方へ不規則蜘を作る。雲はその網の中央に下向きにぶら下がっている。 他の生き物が網に近づいた時など、網を揺さぶる行動をとる。家幽霊雲やシモン雲の不規則網は、枠糸が基盤と接する部分に粘液がついている。この構造は、ヒメグモ類に類似しており、通りかかった虫が粘液に引っかかると、糸が切れて釣り上げられる仕組みになっている。メスは、卵を糸で包み、休憩の乱納を作る。糸の膜は、ごく薄く、外から、 卵の形をはっきり見ることができる。一つの卵脳に含まれる卵は十数個四十個程度である。メスはこの卵脳を口に加えて保護する。孵化した子供はしばらくは親の巣に泊まる。幽霊雲かには約八十族が含まれ、吉種は約千種に上る。日本からは九族に十種が知られる。よく知られているものとしては人家に生息する。 イエえ、幽霊グモフォルカスファランジーオイズが挙げられる。この類としてはやや大柄で、全体に白っぽい、はっきりした模様のない雲である。この種の他にも、人家に生息し世界的に広く分布するものがいくつか知られる。幽霊グモフォルカスクリプティコランズは、日本の野外において、最も普通である。山林の岩陰などに巣を作る。小型でやや細身、薄い褐色で、腹部は、 やや長く、背面に、褐色の後方で、矢ハズ状になる模様がある。南西諸島には、幽霊雲や家幽霊雲と属が異なる、幽霊雲モドキスモランガパスパラダスが生息する。六眼のものとしては、シモン雲族のシモン雲スパーマファーセノカラタが著名で、全世界に見られる。典型的な、幽霊雲類と比較して、足は短く、腹部は丸い。 机の引き出しや本棚など、人の身近に生息している。体長は2から3ミリメートル程度と非常に小型で、なおかつ物陰に隠れていることが多いため、目にすることは少ない。アケボの幽霊雲ビリシャのアケボナは、洞窟や森林の地表の暗所に生息する。なお、足が長いという特徴から、ザトウムシと混同する場面が散見される。屋内の暗所では、糸蛛が、 野外の暗所では、マシラグモ類が幽霊グモによく似ているが、目の配列により区別できる。日本産の基地種は以下の通りである。それ以外のものについては、幽霊グモ科の属詞を参照されたい。幽霊グモ科ファルセリー、ありがとうございます。